東都大学野球秋季リーグ戦第1試合、國學院大学対中央大学の模様をお届けいたします。ツーアウト二塁一塁、バッターは中前です。初球打ち、左中間下がっていく、抜けていきました。二塁ランナーホームイン、三塁ランナーも サードキャンパスを蹴って帰ってきました。2点先制は中央大学。このまま10回延長タイブレークへと入っていきます。ワンアウト二塁一塁です。打ちました、ライトはもう見送っている、入りました。3番バッター柳立て、1人目のランナーホームイン、2人目のランナーもホームイン、今そして悠々とこの柳立てがホームへと帰ってきました。3点を追加、國學院大学5対2逆転に成功です。令和4年度東都大学野球秋季リーグ戦の第2週、國學院大学対中央大学の一戦、5対2、國學院大学の勝利です。